今日は女性の安全相談窓口、女性安全ステーションをご紹介します。始まるよ。みんなで作る県広島、広島県。すいません、あのですね、女性安全ステーションってご存知ですか？知らないです。聞いたことない。ないです、ってご存知ですか？いや、知らないです。はい、どうでしょう。悩み相談聞くみたいな。どうですか？DV とか、なんとなくそんな感じがします。あ、本当、そういう相談に乗ってくるとこ。はい、おー、なるほど。女性安全ステーションはこちらにあります。この看板が目印です。女性安全ステーションは、女性を不安に陥れる DV、ストーカーなどの犯罪被害や相談が増加傾向にあるのを受け、被害者・相談者からの声をもとに平成20年に誕生しました。駅前・繁華街など頻繁に立ち寄ることができる交番を中心に設置されています。現在は県内の12警察署、23交番で運用しています。では中に入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。ここで話を聞いてくださるのが、私たち女性警察官です。私たちは困っている女性の味方です。はい、どこで相談に乗ってくださるんですか？こちらの部屋でお話を伺います。はい、じゃあ行ってみましょう。このように交番の中にはプライバシーに配慮した相談スペースがあるんです。安心ですよね。やっぱり女性の困りごとは女性じゃないと話しづらいっていうところありますよね。そうですね、うん、ここは女性のための相談窓口です。気軽に相談してください、それは本当にありがたいです。でも受付時間は何時から何時までですか？24時間受け付けています。24時間。女性安全ステーションは24時間体制で女性警察官を配置しています。夜間でも女性警察官が相談に乗ってくれるんです。24時間ということは、真夜中でも相談に来ていいんですか？はい、電話でも大丈夫ですよ。うん、それは嬉しいですね。例えばどんな相談がありました？出会い系サイトで出会ってトラブルになったり、夫婦間だと旦那さんから暴力振るわれたりと、さまざまな相談を受けています。うん、そんな相談が来た時に藤江さんはどんな気持ちで答えてらっしゃいます？少しでも話しやすいように相談に来られた人の気持ちになって考えています、ね、それは心強いですね。一人で不安や悩みを抱え込まずに、ぜひ相談してみてください。女性安全ステーションは24時間体制で女性警察官が相談に乗ってくれます。もちろんプライバシーにも十分配慮。女性安全ステーションに関するお問い合わせはこちらまで。広島県からのお知らせです。確定申告の時期がやってきました。窓口、郵送、e-tax などで受け付けています。申告期限間近になると大変混雑しますので、お早めの申告をよろしくお願いします。3月10日まで介護福祉士養成課の訓練生を募集しています。2年間の職業訓練で受講料は無料です。詳しくは職業能力開発課までお問い合わせください。